の体育はここまでです。もう終わり？もう時間なので終わりですよ。皆さん教室に戻って着替えてください。はーい。ねえ、今日の体育時間経つの早くなかった？いえ、いつも通り45分授業でしたよ。そうじゃなくて、なんか時間が経つのが早く感じたんだ。算数の授業は時間が経つのすっごく遅いのにおかしいな。パンタ君、わかるよ。時間ってつまらない時は長く感じて、楽しい時は短く感じるよね。はあ、楽しい時間の時だけ時間を止められたらいいのにな。ほんとほんと。ああ、楽しい時間がずっと続く魔法とかないかな。ありますよ。わあ、びっくりした。この不思議な不思議な不思議カメラを使えば時を止めることができますよ。不思議カメラ？普通のカメラと何が違うんですか？まあまあ、とりあえずこのカメラで写真を撮ってみてください。わかりました。せーの。あれ、何か変わった？あの人、あんなところで立ち止まってどうしたんだろう？どうしたんですか？大丈夫ですか？固まってる。どうしちゃったんだ？わっ、急に動いた。そのカメラは写真を撮ってから3分間時間が止まる不思議なカメラなんです。時間を止められるの？はい、その通りです。これがあれば楽しい時間を止められるかも。僕これ買います。こちら7500ベルでございます。僕そんなお金ありません。それは残念、お金がないと買えませんね。そんな、欲しい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 。そんなこと言われましても、こちらも商売なので。それじゃあレンタルということで特別に500ベルで貸してあげましょう。レンタル？このカメラ貸してくれるんですか？ただし今日の夕方までに500ベルとこのカメラを必ず返しに来てください。はい、ありがとうございました。もしも時間を止められたら？あ、パンタ、ちょうどいいところに帰ってきた。何？お母さんがアイス買ってきてくれたの。おいしそう。パンタは何味が食べたい？僕はチョコとバニラと。ダメだよ、一人一個に決まってるじゃん。だいたいそんなに食べたらお腹壊すよ。そうだ、いいこと思いついた。じゃあ私オレンジ食べよ。私はレモンかな。ふふふ、今のうちに。よし、みんな止まったかな。お姉ちゃん、アイス全部食べちゃいますよ。本当に止まってる。わーい、これでおやつ全部独り占めだ。おいしいおいしい。あー、お腹いっぱい。そろそろ3分経つかな。いただきます。って、あれ、アイスがなくなってる。なんで？確かにここにあったはずよ。もしかしてパンタ？そんなわけないじゃん。僕だってそんな一瞬で食べられないよ。それもそうね。不思議だね。アイス食べたかったな。あー、みんなの反応面白かった。テレビでも見ようっと。このアニメ面白いんだよな。でももうすぐ終わっちゃうや。そうだ、時間を止めたらこのテレビずっと見れるじゃん。僕って天才。さあ、ずっとテレビ見てられるぞ。ってテレビの放送まで止まっちゃってるじゃん。時間が止められるカメラでも楽しい時間まで止まっちゃったら意味ないよ。そういえばアップルちゃんとグミちゃん今日遊ぶって言ってたな。二人にいたずらでもしに行こうっと。あーそーぼー。
どうしたんですか？暇だったから遊びに来たんだ。はい、パンタ君が来てくれて嬉しい。じゃあ3人で遊びましょうか。なんだこれ。さっきまで着せ替え人形で遊んでいたんです。可愛いでしょ。ずいぶんリアルな人形だね。こっちが私の人形、グミコちゃんです。こっちがアップルの人形、アップリーナちゃん。二人は同じ学校で親友の設定なんだよ。ふーん、知ってる？人形っていうのは魂が入ってて突然動いたりするんだよ。なに？怖い話？やめてください。だからその二人も突然動いたりするかもね。怖い。ありえません。じゃあ記念にそのお人形たちと写真を撮ってあげるよ。写真ですか？せっかく撮るなら可愛く撮ってね。いくよ。はい、チーズ。よし、今のうちにいたずらしちゃおう。お人形を動かしておいて、きっと驚くぞ。逃げろ。あれ、パンタ君は？お人形もなくなっています。そんな、まさか。キャーン。時間を止めるの楽しかったな。あれ、なんかお腹痛い。アイス食べ過ぎたせいかな。そういえばこのカメラ返さないといけないんだった。今日の夕方までに500ベルとこのカメラを必ず返しに来てください。それより早く家に帰りたいな。もういいや、カメラ置いていっちゃえ。僕知らないもん。やれやれ。あー、お腹痛い。早く帰りたいな。そうだ、あったかい飲み物でも買って帰ろうっと。財布財布、確かお財布に500ベルが入ってたはず。まったくパンタ君は悪い子ですね。約束の代金はしっかりいただきますよ。あれ、僕のお金がなくなってる。なんで？ご利用ありがとうございました。